はい、どうも、おはようございます。沖縄大葉でございます。見てください。今日もね、ミケタンがコローンってしてますね。可愛い,いですね。ミケタンのね、水玉模様も見えますね。はい、えー、白ミケでございます。はい。えーとですね、えー、猫太ってるように見えるんですけど、実はミケさん軽いんですよ。はい。えー、体重結構、あの、あの、4キロあるかないかぐらいなんですよね。 はいはいはい。えー、なんでね、えー、見た目よりは全然太ってません。あの、お腹がね、これ、タプタプしてんのは、あのー、猫特有のもので、これ、脂肪じゃないんですよ。皮膚なんですよ。はい。猫にはね、えー、まあ、そういった書き込みがたまに見られるんで、猫にはね、あのー、いわゆる喧嘩の時にお腹を守るのに、えー、皮膚がね、 えー、だらーんとする、まあ、ルーズスキンっていうのがございまして、まあ、それなんですよ。はい。えー、だいたいあのー、うちに、うちでね、 えちょっとの間なんですけど、半年ちょっと過ごした、あの、もう本当に、あの、亡くなる寸前だったんですけどえ、その子をね、あの、みーちゃんなんですけど、まあ、みーちゃんにも、すごい2キロぐらいしかなかったのに、見た目タプタプでしたからね、はい、あの子も。なんで、猫のね、えー、まあ、構造というか、体を知ってください。はい。えー、まあ、そういったね、えー、太ってるんじゃないかみたいな書き込みがたまにあるんで、 えー、実は猫はあ、お腹はね、ルーズスキンって言って、あの、タプタプになるようにできてるんです。<laughs> はい、えー。脂肪じゃないんで、はい。あのー、皮膚なんですよ。<laughs> はい、えー。そういうことなんでね、えー、皆さん、あのー、<laughs> ご理解くださいませ。<laughs> はい、えー。ちなみにうちはちゃんとご飯は量ってあげてます。<laughs> はい、えー。決まったものしかあ、まあ、あげてません。まあ、おやつもね、何、えー、て言うのかな。 ほんのちょっとです。あの、なんていうのかな。あの、いわゆる1袋を、ウェットフードですね。えー、まあ、30グラムぐらいのウェットフードを、1袋をね、15グラムずつおやつにあげてます。これはあ、いわゆるね、サプリメントを食べてもらうためで、はい、目的はそれでございます。 えなんで、えー、別に太ってませんが、はい、みけさんはどちらかというとねパナさんの方がちょっとお太りになってますはいまあそんな感じですね、えー、4kg あるかないかぐらいですねミケさんははいまあそういうことなんでね皆さんあのそういう構造があるということを知ってくださいはい、えー、まあこれねこがってる人じゃないと分かんないとは思うんですけどね はいいままあそういうことですね、えーまあ、雑談から入ってしまいましたけど、えー、今日のね那覇市、まあ天気はまあまあいいですね、えー、洗濯日和でございます。どうやらあさってぐらいからあもうね、えー、雨、はい本格的に梅雨の時期に入るみたいで、えー、まあ、今日ねちょっとあのー、敷きパッドですね、えー、そういったものを洗ってしまいました。はい えー、なんというかねまあ本当に不穏だなって思います、はい、何が不穏かっていうと生産どうすんでしょうかこれ一応あの棚卸しですね、えー、大学の棚卸しの時に何て言うのかなあーこうチェックをしてたみたいなんですけどその時にないのに気づいたっていう話なんですよ まあ、棚卸しがどのくらいにいっぺんあるかわかんないんですけど多分1年とかまあ大学なんでねあのー、商売やってるところだったらまあ何て言うのかなあ数ヶ月にいっぺんとか1ヶ月にいっぺんとか頻繁に棚卸しってやるんですけど大学の棚卸しなんでこれ1年ぐらいやってない可能性がありますよね。<laughs> 怖いいなと思いますよ 一応、鍵がなければ入れないようにしていて、鍵を使った人は名前を書くように、えー、なってるみたいなんですけど、名前書かないで使ったって、ね、わかんないですからね、これね。まあ、いんじゃないかなと思います。はい。まあ、とんでもないことが発覚しましたよね。なんか240人ぐらいのね、人が読んできる量だったみたいで。 えまあね誰がどんなところからどんな方法で、えー、入るのか分かんないですからねこんな大学なんてね誰でも入れますからねはっきり言ってねえーえー、まあね本当怖い世の中だなと思います240人分ですよはいえん、ー、できる、えー、グラム数があなくなっていたと。 もう本当、これ目も当てられませんよね。<laughs> はい、えー。そんな中、今日もね、えー、いわゆるあのガチャガチャちゃんですね。ガチャガチャちゃんのニュースが入ってきてて、えー、どうやらまあ、修正案も決裂ということで、まあ、収まりつきませんね、これ。<laughs> はい、えー。なんで、えー、我々のね、 えー、いろんな物資ですねはい物資はいえー、まあヨーロッパあたりから来るものとかあまあいわゆるエネルギーですねえー、これの値上がりがもまあまあ先行きあまり良くないということですよね上がるっていうことですよね値段がはいえー、まあこれがね収まってくれないことにはあ価格がね上昇し続けますので はいいろんなもののね、えー、もちろんだってね、だって運んでくる、そのいわゆる、迂回してね、迂回ルートを取らないといけないから、やっぱりね、それだけ人件費もね、えー、燃料費もね、保険代もかかるわけなんですよ。なんでね、これ本当にね、えー、まあ、これから先、どんどんと、まあ、言えることはね、確実に言えることは、あ値上がることはあっても、いろいろな商品がね、 下がることはほぼないっていうことなんですよね。お分かりになりますよね、これもね。はい。えー、下がることはほぼございません。えー、まあねー、まあ、あ、どんどんと家計をね、圧迫していきますよというようなことをがわかるね。えーまああ まあ、なんて言うのかな。まあ、普通の人、ボケーっとしてる人がこのニュース見てもピンとこないとは思いますけど、まあ、あ普通にね、頭が使える人だったら、あ寝上、ね、がるんだなって、わかるニュースですよね。はい。<laughs> そしてね、これ発表した時点で私一回動画にしてるんですけど、今日ニュースになってたんで、えー、もう一回ね、取り上げたいと思います。ごめんなさいね、話すすっちゃってね、えー。ニュースで言ってましたね。東芝、はい。えー、4000人リストラでございます。はい。4000人レイオフということでね。はい。えー、大変ですよ。4000人が失業するんですよ。で、その4000人は、 あまあ次に行くところが決まってなければねえもう多分あの決まってるんでしょうからその4,000人の対象の人はまあ肩たたきされてるんでしょうから「おいちょっとちょっと」ってねなのでえもしかしたらもうその肩たたきされた時点で次の就職先っていうのを決めに入っているかもしれませんけどこの辺がね えー、わかりませんけどね。そういうふうに早々と行動する人って、まあ日本人の中には少ないです。はい。えー、日本人の中には少ないです。そういう早々行動しちゃう人ね。えー、なんで、この4000人、はい。まあ数ヶ月は、失業保険で食べていくことになるんですけど、6割しか出ません。失業保険は。 はい6割です。やっていけるんでしょうかっていうことですよね。まあ東芝なんかのねあのいわゆる大企業ですよねいわゆるね。なんかではねあのやっぱり信用度が高いんで、えー、お家とかね車を買う時のローンなんかですね、えー、銀行から組みやすいんでねこれやってる人多いと思いますよ。大変なことになりますよこれ6割しかもらえないんですよ失業保険。 で、次の就職先が決まってればいいですけど、そうでないとね、大変なことになります。これ、あの、派遣とかじゃないですからね、正社員の話ですからね。うわーって思いますね。はい、えー、日本の企業もどん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 こういうふうに、あの、大企業にいたとしてもね、はい、大企業にいたとしても、 えー、危うくなってきているということです。はい。危うくなってきてるんですよ。まあ、不景気ですから。はい。まあ、景気がいいとは言われてますけどね。一部分ですから、景気がいいのはね。はい。えー、一部分でございます。えー、あの、会社の利益ですね。はい。えー、会社の利益が、非常にいいね。 儲かってるところはあるんですけど、え従業員に還元してるかっていうと十分な還元はできてないんで、まあそういうところもね、<laughs> 儲かっている割にはあ従業員のお懐には入ってこないっていうようなね、えー、まあ,あ、それですよね。はい。まあ、 しょうがないですね。日本はそういう国なんだということを、えー、まあね、わかりますよね。えー、大企業とか、あまあ,あ、国の運営、ごめんなさいね。自体も、まあ、あ末端のね、えー、ことまでま、末端のことまで考えてませんよっていうことなんですよね。まあ、これほんとしょうがないですから、 まあ自分で防衛するしかないです。自分で防衛するしかね。えー、もうこのことはね、何度も言ってますけど、はい。えー、自己防衛あるのみです。はい。えー、まあ、どうにかしてね、えー、日々の暮らしを営んでいくために、まあいろいろとできることはあるのでね、はい、えー。できることはあります。あの、そういうことをよくね、えー、考えて、えー、これからやっていかないと、 えー、まあ無理になっちゃいますよっていうことですね。まずはね、家計の見直しからいいするといいですね。あの、無駄なところをどんどん省いていく。はい。えー、これは本当に必要かどうかっていうことを考えながらね、えー、購入する。それ本当に必要になってきますからね。私もね、えー、改善しないといけないところがあるんで、これについてはね。 え、いろいろと改善していきたいと思っております。はい。えー、まあそういうことです。あとね、健康でいること。これが何よりです。昨日ね、あの、健康のことをちょっと挙げたんですけど、あんまりね、主張してくれてないみたいなです。すっごい大事ですよ。これね、健康を失ったら、 ああもうお金かかりますので、かかりまくりますのでね、医療費がね、えー、やばいことになりますので、はい、えー、それじゃなくてもね、医療費上がる傾向になってます。なんで、えー、健康第一ですね。はい、健康第一でございます。これね、本当にね、我々、あの、注意しないといけません。それには、日々ね、バランスの取れた、まあ、食生活ですね、えー、まあ、ジャンクフードばかり食べない、はい、 えーまあ、安いんですけどね、ジャンクフードね。えーまあ、野菜をちゃんと食べる、ねえーまあ。外食を控える。脂っこいものを控えるね。えー、いろいろとあると思います、まああ。健康的な食生活をしましょうよということです。あと運動ですね。日本人、運動嫌いな人、多いですからね。 まあ、一日十分でいいんで、毎日何かのエクササイズをしましょう。まあ、ヨガでもいいですしね。はい。えー、私は気候をやっております。気候。はい。えー、気候ですね。はい、えー。8ランキンっていうね、健康気候があるんですけど、それを毎日、えー、1、2セットはやってますね。はい。多い時で2セットやります。朝晩やってね。少ない時でも1セットは必ずやります。 プラス、えーまあ、散歩に行くとかね、えー、してます、はいえー、これ日本人本当運動嫌いの人多いんで、えー、まあ,あ何らかのね、えー、体を動かすっていうことをもう健康に寄与するんで、えー、こういうのをね積極的にね、えー、やっていただけるといいんじゃないかなと思いますはい本当、えー、ねあのー、健康第一ですから これがなくなっては、もう、あの、おしまいですからね。なんで、あまりね、えー、無理をしすぎる。お金ないからって言って、仕事をね、二つも三つもやると、えー、まあ、健康に本当に健康な人はそれでも耐えられるんですけど、そうじゃない人は、あ余計ね、あの、健康がして、 えー、まあね、えー、お金が飛ぶという羽目になってしまいますので、えー、まあここら辺もねよく自分の体と相談しないといけないかなと思ってます。まあ今ね本当にあの何、ー、て言うのかなあ2つのね仕事を持つ方が増えてますけど、えー、ちょっと考え物だなとも思っております。はい えー、お分かりになりますよね、えーそれ。そこまでしてお金を稼いでね、自分の健康を失ったらあアウトなんですよ。はい。分かりますよね。なんで、えー、健康が第一なんで、これをよく考えてください。無理はしない方がいいですよということです。えー、それだったら、まあ、家計を見直してね、 えー、まあ、詰めるところを切り詰めていくっていう方がまだいいかなと思ってます。まあ、食費はね、あんまり切り詰めない方がいいですけど、えー、そういうことですね。それではあ、今日もね、一日よろしくお願いいたします。えー、まあ、概要欄がね、なんか使えなくなっちゃってるんで、申し訳ないんですけど、えー、今日のニュースは、あ日テレのね、えー、ライブ配信です。ニュースのライブ配信です。日テレ、えー、ニュースライブ。 えー、検索すると、まあ、あ出てきますのでね。 えー、このようにして、えー、お願いいたしますどう。もう使えないんですよね。なんかね。書いても全部消されるんで、挨拶でさえも消されちゃうんで、何なんだろうと思います。おはようございますとかね、そういう挨拶も全部消されるんですよ。えー、もう不思議なことが起こってるんで、ちょっと、あのー、皆さんにはもう申し訳ないんですけど、ご自分で検索されてください。よろしくお願いいたします。えー、一日、えー、お付き合いはい、お願いいたします。それでは。 また、ごきげんよう、沖縄おばばでした。